皆さんこんにちは、DH 講座シーズン2の第1回デジタル資料をめぐる権利関係についてのセクション3です。このセクションでは、デジタル資料をめぐる、権利表記について、お話しいただければと思います。この権利表記についてどういったトピックがあるでしょうか。はい、まずご説明する前になんですけれども、大井先生さまざまデジタルアーカイブの資料を使って活動されていると思うんですが、その資料を使うにあたってこの権利表示といいますか、権利処理でいろいろお困りになった事例とかありましたらご紹介いただけると、話入りやすいかなと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、私の研究実践の場合だと学校教育を対象にしていることが多いんですけれども、今ギガスクールで生徒児童に端末が配られてデジタル資料を使いやすくなってるんですけれども、その中で子どもたちも先生たちもこの資料を使っていいのかわからないっていう、まずこう使っていいか不明瞭であるっていうことと、あとはですね、このどうやら使ってはいけないような雰囲気のことが書いてありそうな気がするみたいなですね、すごく厳しい雰囲気は感じるみたいなことで、一生懸命生徒も先生たちも時間のない中素敵な資料を見つけたけど使えないのかなと言って落ち込むみたいなことはですね、結構よく目にしてきたんですけども、そのあたりこうどういった解決方法があるのかみたいなところ逆に伺えればなと思います。はい、ありがとうございます。やっぱりその権利表示がないと、そういうふうに大井先生がお困りのように本当に使っていいのかなですとか、あと許諾してくださいっていうとやっぱりそれは大変ですし、使う側も大変なんですけれども、その許諾を出す側にとっても、そういう教育については使ってほしいんだというふうに思っていても、そういう許諾申請がたくさん来てしまうと実務が圧迫されてしまうというところもあると思いますので、この表示というのは非常に重要かなと思っております。で、今日ご紹介したいのはこの今挙げておりますクリエイティブコモンズというものと、あとはライツステートメンツというものですね。はい、まずクリエイティブコモンズについてご説明します。このクリエイティブコモンズというのはこの表で示した4つの条件を組み合わせて6種類のライセンスを提供されているものなんですけれども、このバイというのが表示ということで、クレジットの表示をしてくださいねというもので、このイコールマークが改変禁止ということで元の作品は改変しないでくださいねと。で、非営利というのは、営利目的では利用しないでくださいと。で、継承というのはちょっと分かりにくいかなとは思うんですけれども、この改変した場合には同じこのクリエイティブライセンスを使って、公開してくださいねということで、このライセンスついたものを使ってもいいんだけれども、それを使って新しいのを作った人も同じクリエイティブコモンズのライセンスで公開していってくださいねと。そうすることでいろいろ使っていってもらえるということになります。で、具体的にはこの上にある6つのライセンスのほか、先ほどご紹介した4つのものとはちょっと違うんですけれども、CC0 という実際著作権を持っているけれども、その権利は放棄して、パブリックドメインとして自由に使っていいですよというのを示したいときに使う CC0 というものと、この下の右側の方パブリックドメインマークというものなんですけれども、これはもともと著作権がないものに、CC0 ですとか、CC BY をつけるのはあまり適切ではないというふうに考えられておりますので、そういうもともとパブリックドメインの資料についてはこのパブリックドメインマークをつけるというのが良いのかなというふうに思っております。ここのその CC ライセンスを著作物ではないものにつけたいというのは、多分ですね、博物館さんですとか、本当にデータ化するときにたくさんの、お金ですとか手間をかけていらっしゃるところは、やりたいというところも、もちろんあると思いますし、例えばその利用していただくときに、お金はいらないんだけれども、やっぱりクレジットは出してほしいというようなご要望はあると思うんですよね。はい、そういう時にもやっぱり著作物でないものに CC BY をつけるというのはなかなかそのクリエイティブコモンズの考え方からすると、ちょっと難しいのかなというところはありまして、そういう時はそのパブリックドメインのマーク CC0 ですとかをつけた上でやっぱりお願いをしていくというのが、いいのかなというふうには個人的には思っておりますね。例えばこのジャパンサーチさんですねのところではサイトポリシーの中で、データ利用にあたってのお願いというものがありまして、ここでジャパンサーチさんではこの CC0 ですとかパブリックドメインマークで
たくさんデータ提供されていまして、まあ、この CC0 ですとかパブリックドメインマークがついている場合には、まあ、基本的にはその出典なども書かなくても、まあ、自由に利用はできるんですけれども、まあ、このジャパンサーチさんではお願いとして、まあ、出典名義ですとか、まあ、そのようなことを記載しておりますので、まあ、こういうですね、この著作権がないものにもやっぱり出典をお願いしたいという時には、まあ、こういうCC BY をつけるというよりは、まあ、お願いで対応していくというのが、まあ、法的にはそちらの方がよろしいのかなというふうに私は考えております。この点須藤先生の視点からはいかがでしょうか。はい、まあ、そのジャパンサーチの私よくこれお願いスキームっていう言い方をしてるんですけど、これ一つの知恵だと思うんですよね、実務上の。でこのサイトポリシー自体もよく読むと、これらのお願いは法的な契約ではありませんが、できる限りご留意の上でご利用くださるようご協力お願いしますとなって、まあ、どういうことかというと、まあ、さっきの鈴木先生の一点補足するならば、著作権がないコンテンツになんでそのクリエイティブコモンズライセンスをつけちゃダメなのかっていう話がまず前提に来るわけですよね。でそれはなんでかっていうと、クリエイティブコモンズライセンスって文字通りライセンスなんですよ。でライセンスっていうことはどういうことかっていうと、著作権があるものをこうどういうふうに使ってもいいよってい こう許諾をすると、利用を許諾をするっていうライセンスのマークなんですね。ということはどういうことかっていうと、その前提として自分に著作権があると、自分に著作権があるから、例えばクリエイターの人たちが私の作ったこの作品をネットに公開して自由に使っていいけど、こういう条件を守ってねという、そういう 使う人に向けた利用の条件を定めた許諾のマークがクリエイティブコモンズライセンスのマークなので、前提として自分に著作権があるというところから始まっているわけです。他方でその、いろんな研究機関の方が持っている著作権のないマークに、まあ、CC のマークをつけたいという、まあ、なんかいろんな多分お考えがあってのことで、それはお気持ちとしては非常によく分かりつつ、まあ、おそらく法的に考えると、そのクリエイティブコモンズのライセンスの利用許諾、前提として著作権があるということを前提としたマークを使うのはちょっと法的な考え方とはちょっと違うのかなというところはあります。なのでこのジャパンサーチもおそらくそういう点を背景に、法的な契約ではないけれどもお願いとして守っていただくように、書いていて、実際まあそれを守ってその資料を公開したことという貢献に対する出典表記のようなものをこう利用者がやっていくという、まあ、何でしょう、ある意味ではコミュニケーションですよね、そのジャパンサーチ側の、まあ、こういう条件で、法的な条件ではないけど使ってください、で利用者側も分かりました、まあ、それは尊重の上こういうふうに出典表記をしますみたいなことをこう何でしょうね法的なこう両方義務付けられてるわけではないけれどもやっていくという、そういう、まあ、現場の知恵が働いているのかなと思います、うん、なるほど。そうするとこう資料を出す機関側は前のセクションの議論でいうところのこう著作物と所有権の違いを法的にきちんとドライに理解した上で、可能な限りオープンに出していただいて、一方で活用者側はそれこそ教育の使命かなとも思ってるんですけども、情報リテラシーの育成みたいなところでしっかりとそういったこうオープンに出していただいているデータについても出典は書いて引用しましょうねっていうのをこう育んでいくっていうような、こう両方の側面が必要なんですね。そうですね、うん、そうですね、はい、論文なんかでもその昔の論文を引用するときには必ず出典を研究者は書くと思うんですけれども、うん、著作権法上で言えば論文の著作権切れているときには必ずしも明示しなければならないというわけではないと。ただその研究者の慣習上やっぱりその出典を明記するというのが、まあ、そうしないと評説にもなってしまいますし、まあ、そういう研究者の慣習として成り立っている文化というふうに言えると思うんですね、うん。でこの、まあ、データについてもやっぱりそういう慣習を、まあ、育んでいくというのが、まあ、法的な観点とは別にやっぱり重要になってくるのかなというふうに思います。そうですね、研究機関の方もやっぱりこうデジタル化するにも金をかけて技術を投じてやってるので、まあ、確かに著作権はないって言ってしまうと、まあ、コピーして公開してそれは自由にできるということにはなるんですけれども、まあ、他方でその研究機関の方にもそういうその資料をデジタル公開したことに、まあ、何らかの、まあ、報いてほしいというとちょっと違うかもしれないんですけど、それに対してまあ出典表記などでこの元の博
物館の存在を知ってほしいという思いもありますので、まあ、そういったところに応えるのもこのお願いスキームの、まあ、一つの、あのメリットなのかなと思います、うん、そうですね。そうするとこうライセンスはこうオープンな形でバンと分かりやすく明示されていて、そこにあのお願いスキームもこうバンってあってあ使っていいんだと思ってもらえると、ちゃんと引用しようと思ってもらえるっていう、こうそういった分かりやすさがあるといいですね、うん。まあ、分かりやすさっていうことで、まあ、一つその追加しますと、今日のこのスライドでもあの途中で何個かイラストが入っていて、それはあのイラスト屋さんっていうあの有名なネット上 の、 あのいわゆるフリー素材を使っているサイトのものをあの使っていると思うんですけれども、イラスト屋自体はそのクリエイティブコモンズとかライツステートメントは使ってないんですけれども、あそこの利用規約は非常にやっぱり分かりやすく書かれていて、まああとまあ単純にまあイラストが豊富だというのもあるんですけれども、そういう規約が非常にまあ法律の専門用語を噛み砕いて、使っているというところもあるので、もうそういう点も含めてまあ分かりやすい利用条件が示されているので、まあ、いろんなところで使われているのかなと思います。なるほど。なので、まあ、まあマークを使うということも大事ですし、まあ、もっと翻って言うと、その分かりやすく利用条件を示す、最初 の、 あの大井先生の教育の話にもつながるんですけれども、どういう条件なら使っていいかっていうのを分かりやすく示すっていうのは根本的には大事な点かなと思います。なるほど。活用者の目線に立ったあのこう取り組みというかです、ね、あの思いやりというか、はい、が必要かもしれないです、ね。はい、ではあのクリエイティブコモンズが、まあ、日本では非常に使われているんですけれども、もう一つあのご紹介したいのが、まあ、ライツステイツメンツというものになりまして、これはあの、まあ、日本でそれほど有名ではないのかなとは思うんですけれども、これはあの文化遺産機関、博物館ですとか図書館なんかが、まあ、資料をオンラインで公開する際に、まあ、資料の権利の状況を示すためにあの考案されたものでして、まあ、EU のユーロピアーナですとか、まあ、アメリカの DPLA という組織がまあ中心となって、まあ、考案したものになっております。でこれはあの先ほどの CC ライセンスはまさにライセンスというものなんですけれども、こちらについてはライセンスではなくて、あくまで権利がどういう状態にあるのかというものを示すマークということで、まあ考案されておりまして、著作権が存在する場合ですとか、まあ、あの著作権が存在しない場合にどういう条件があるのか、あるいはあの著作権の状態が不明な場合というようなマークの、まあ、合計12種類のマークが提供されております。ここに示したのがあのライツステイツメンツのまあ例なんですけれども、これはあの内閣府が事務局となって、あのデジタルアーカイブジャパン推進委員会でまとめられましたデジタルアーカイブ活動のためのガイドラインというものがありまして、まあ、そこで二次利用条件表示としてまあ推奨されているものになります。まあ、ここで推奨されているのは、まあ、著作権があるという表示と、まあ、著作権があって、まあ、教育目的での利用ができますよというマーク。あの著作権はないんだけれども、まあ、契約で何らかの制限がありますよというマーク、あの著作権はないけれども他の法的な制限がある、まあ、例えばプライバシーですとか、うん、まあ、今日あの後でご紹介あのまた別の動画でご紹介する肖像権とかですね、うん、まあ、そういった他の法的な制限があると、あとはこの未評価というちょっとよくわからない状態だというようなマークがまあ推奨されております。でまあ、先ほどのクリエイティブコモンズと合わせて、まあ、ライツステイツメンツがどういうふうな場合に使えるのかというのが、まあ、このデジタルコンテンツ権利区分と早見表というものがありまして、まあ、こういったクリエイティブコモンズですとかライツステイツメンツを組み合わせて、まあ、どういうふうにあの資料を公開するかというのを、まあ、博物館さんですとかは検討していただくといいのかなというふうに思っております。この今映していただいている丸三角×っていうのはこうさらに分かりやすいなと思うんですけど、これはあのジャパンサーチ上でこう表記されてるっていうようなものですかね。そうですね、はい、あのジャパンサーチ上でこの、まあ、CC by ですとか、まあ、そういうマークがあるんですけれども、そこをクリックすると、まあ、教育利用丸丸丸、あの非商用利用丸ですとかっていうふうに書いてありますので、うん、まあ、三角の時には条件付きの利用ということなので、そこはあのきちんと確認する必要はあるんですけれども、うん、まあ、このようにまとめられていると、まあ、
大井先生なんかみたいに別のところで使おうと思った時に、あ、これは教育であれば利用できるんだですとか、まあ、非常に分かりやすいですし、まあ、博物館の方にとっても、まあ、いちいちこの許諾申請が来てそれに対して対応しなきゃいけないということもなくなりますので、うん、適切なニーズに合ったマークというのを選択していただいて、まあ、それをつけていただくというのが良いのかなと思います、うん、まあ、その検討にあたってのフローチャートというのもこの先ほどご紹介したガイドラインでは示されておりますので、まあ、それを参考にこのご検討いただけると良いのかなというふうに思います、この CC ライセンスとライトステートメントをご紹介いただいたんですけども、須藤先生にちょっとお伺いしたいなと思うことがあって、その結構こうどちらかどっちをつけるか悩むみたいな機関さんとか研究機関も多いかなと思うんですけれども、まあ、その今鈴木先生の方からどういった違いがあるかっていうところのご説明いただいたんですけども、その付与する側の観点で見た時にどういう特徴がそれぞれあるのかみたいなところをちょっとお伺いできればなと思うんですけども、まずそのクリエイティブコモンズとライトステートメントの関係については基本的にはクリエイティブコモンズが優先される、まずクリエイティブコモンズを考えるという順で考えるのがいいかなと思います。ライトステートメントのそのサイトを見ても、まあ、クリエイティブコモンズが使えない場合にこのマークを使おうって書いてあるマークも一部あったりするので、そういう意味では、まあ、使い方によってはクリエイティブコモンズを保管するようにライトステートメントがあるという使い方が一つあるかと思います。でどっちを選べばいいかとなると、やはり現状そのライトステートメントはまだ日本ではそれほど普及してないということもあるので、まあクリエイティブコモンズの方が知名度が高いということもあるので、最初にまあクリエイティブコモンズを使うことを検討してみるという、そういう順番でいいのかなと思います。先生方ありがとうございました。それでは最後のセクションでは肖像権についてお話を伺おうと思います。ありがとうございました。